はい、どうも、三山です。今回はですね、マットの詰め詰めですね。ボトルにマットを詰めていきます。もうね、ちょっと交換せない感のが、ちょいちょいあるんで、まあ、その事前準備をちょっとやります。いくつやったかな。これが1個、これ1個に、なんだこれ、3つぐらいあったらよかったかな。3つの、このサイズが6か3、あと3つ、これいいか。はい、まあ、とりあえずこのくらいかな。はい、ねえ、まあ何かっつうと、クワガタの作業でね、これが一番嫌なんですよね。しんどい。マットをね、ぎゅうぎゅう詰めるのしんどいっすわ。ね、嫌なんですよ。なんでね、ほんまにね、やりたくないっつうのがね、正直なところなんですかね。でもね、クワちゃんたちが待ってるんでね、やりますよ。やります。はい。このね、乾燥させたこのマットを今からですね。これ足んねえな。お、粉っぽい。ちょっとサラサラなんでね、粉が舞うんすよね。こっくらでいいかな。なんだ。よし。じゃあ、てことで、はいか、手袋、はめの逆やった。逆でした。こっちは、なんか違和感と思ったわ。はい。よし、じゃあちょっと水を加えていきます。普段はね、何も喋らずに黙々とやりますよ、これを。はい。ね。黙々とやるんですよね。今回ね、交換するのは、ノリで始めたスマートラヒラタと、あ、何やったかな、アンタイオス、アンタイオスですね。アンタイオス、気づけばね、まあ、もう交換やなってことで、時期が来てたんでね、迎えちゃいます。はい、なんだ、あ、そういえばあれだ、コメントで、なんかあれですね、師匠の話を聞かせてくださいっていうのがあったんで、ね。こう作業ついでにちょっと、話してみましょうかね。はい。私にはね、今か10年ほど前に出会った師匠がいましてね。いやね、まあ、すごい方ですよ。はい。なんつうのか、僕はね、クワガタ採集とか、別に、全然得意じゃないというか、もう普通の素人レベル、やったんですけどね。まあ、その師匠のおかげで、ね、だいぶ取れるようになったんですよね。師匠がね、だいぶ、クワガタ採集に長けた方なんで、すごいんですよね。
とね、ブリードの技術もね、やっぱ結構すごくて、うん。今か10年以上前か。いや、10年ぐらい前か、ちょうど。うん。ね、ギラファ初飼育で、118ミリとか。うん。10年前はね、確か118とかギネスだったんじゃないかな。うん、しかもね、飼育頭数たった3匹ですよ。ね、ギラファ3匹、初めて飼育して118ミリ。あとなんだ。なんかビソンの子とか言ってたな。あれも、まあ僕、直に見たんですけど、ギネス超えてましたね。何ミリやったかな？80何ミリやったかな？ 90 何ミリやったかな？ビソンノコギリ初めてね、ブリードして。なんか当時のギネスは超えてたんですよね。うん。ねえ。申請した方がいいっすよって言ったんですけどね。なんか興味ないって言うんですよね。うん。ねえ。そんな言ってみたいっすよね。うん。ね、飼育ギネス取ってんのに、興味ないって。俺やったら応募するな。ねえ。応募したいっすよ。ねえ。自慢したいじゃないっすか。ねえ、そういうのがないっすよね。うん。ねえ、ミヤマクワガタとかもね、さって行ってこうね、100匹ぐらいさって取ってこれるような人なんですよね。うん。まあ、ここいらでね、そんだけの、数取れるっていうのはまあね、そこまでいないでしょうから。うん。ね。ライトトラップ、うん、そうね、ライトトラップやったことないですけど、ライトトラップだったら取れるのかな、ここら辺でも。うん。ね。ライトトラップ、北海道のライトトラップ、ミヤマ取れるのすごいってね。YouTuber の方から聞いたんですけどね。うん。まあ、実際に映像見せてもらったかいですけど、ほんとすごかったですね。うん。北海道のライトトラップ、宮間で。ね、一晩で1000匹とか。うん。そんな動画だったと思います。いやー、体験してみたいですね。うん。その動画なんか、飯島店長が映ってたと思うんですけどね。うん。あれはすごいわ。ちょっと話はそれましたが。まあ師匠ですね。私の師匠は。まあね、まあそんな方なんですよね。うん。あとパラワン平田。それも10年ぐらい前に。なんだかな。110ミリは超えてましたね。110ミリ。うん。今ギネスがどのくらいかな？ 113 ミリとかそんなやったかな？うん。今が10年近く前にね、それ出してましたからね。うん。もったいないですよね。申請すればいいのに。うん。すごいですよ。いや、もっとすごい話がね、その師匠がですね、別に虫専門じゃないんですね。うん。専門は魚とか、爬虫類、まあ、カメか。カメとかがね、専門で。クワガタ、そんなね、興味ないみたいなんですよね。うん。うん、好きは好きらしいんですけど、どっちかって言ったら私、魚が好きですみたいな、そういった方ですよ。うん。ねえ。すごいっすよ。まあ、今でもね、たまに、このブリードルームに遊びに来られるんですけど。ね、今年もね、ふわってきて、ミヤマの産卵セットこう、新しいやり方思いついたんで、させてくださいってってね、まあ産卵セットしていったんですけど、ね、これ最近ね、それ、ひっくり返してね、一緒に割り出したんですけど、何匹取れてたかな？ 170ぐらい取ってましたね。うん。幼虫110匹、卵が60個ぐらい。
ねえ、えげつないっすよね。うん。なんとかな。別にそんなね、気合い入れて組んだわけじゃないです。多分これでも産むんじゃないかなと思ってね、みたいな感じで。まあね、私の知る限り、そんな産卵セット組んだ人は知りませんね。うん。いや、僕もね、まあ夏場組んでたんですけど、師匠が。まあそんなん見て、いや、産まないんじゃないかなって思ってたらね、まあ結果すごかったっすね。爆散してましたか。ねえ、すごいっすよ。しかもその産卵セットにかける費用、ワンセットにかかった費用なんて100円もいってないっすね。うん。安い素材でミヤマ爆散ですよ。うん。すごいな。さすがだです。と思いました。はい。あとなんかな、師匠の話なんかいろいろ考えてたんやけどな。いざ話すとなると忘れるな。うん。あとはまず手で、ある程度ぎゅうぎゅうに詰めて。本気のプレスはね、後でします。まずは、こうやって、なんつうのかな、とりあえず詰め、とりあえず押し込んで、うん、こっちに、後で本気で詰めます。はい、まあ、とりあえず仮詰めは終わりました。あとは本気でプレスしていきます。ね、このステンレスのプレス機でやっていきます。はい。で、これね、うん。全体重をかけれるように、ここわざとね、低くします。これをこうして、ね、手の上に上半身を乗せて、あとは体重に任せるだけで、こうやって、対して力を入れずに、プレスできます。はい。ね、この、ここが低いのはそういうわけがあるんですね。はい。自分が一番詰めやすい高さを、そうね、注文したんですね。まあ、これオーダーメイドなんですけど、まあ、オーダーメイドって言い方はちょっと大げさやな、ね、友達に大工さんにね作ってもらったんですけど、うん、まあ、あんまり力を入れずに結構固く詰めれるとは言っても、やっぱり数こなしてるとしんどいっす。暑い。はあ。しんどい。もうね、若くはないんで、辛いんですよ、この作業。ね、これやってたらいつも思うんですよ。俺、じいさんになって、じじいになって、これできんのかと。うん。ねえ、じじいになったらね、これできないんじゃない？ねえ、僕の夢はあれなんですよ。じいさんになってもね、こんなことやる。近所で有名な変態クワガタおじさんっていうのがね、僕の夢なんですよね。うん。でもね、登下校中の小学生にからかわれる、ね、近所で有名な、ね、変態クワガタおじさんですよ。はい、あさ、ね、でもこれじいさんになってできないんだったらそれ慣れないじゃんってね。あ、しんど、暑い。そして、ね、この作業をやってるときはこのクワ部屋の温度を16度ぐらいにしたいですね。うん、今何度？21度。ね、暑いっす。
ああ、21度暑い。ね、これマットね、詰めるの。僕ね、禁止ね、やったことないんで分かんないですけど、どうですか、皆さん。禁止も結構しんどいですか。ねえ。なんかね、ブロックを崩してるのを見て、そんな動画ね、拝見したことあるんですけど。まあ、あれあれでね、なんか崩すの、大変そうやなーとか、見てて思ったんですけど。詰めるときとかどうなんですかね。うん。ちょっとね、皆さんコメントで感想を聞かせてくれたらありがたいですね。禁止のね、こういうとこが辛いよとか。あとなんかね、カビが生えちゃいけないんで、なんかこう消毒せなあかんとか、ね、そういった噂聞いたことあるな。ね。やっぱそうなんですかね。うん。僕そんな消毒とかデリケートなことやったことないですけど。ね、禁止も禁止でね。まあ、トータル的な手間で言うと結構大変なんかな、やっぱり。うん。僕はこのマット詰めるのがね、嫌で仕方ない。だからね、ごくまでに、こう、なんていうかな、うちの、従業員がたまに遊び来るんですけど、ね、僕の権限を利用して、このやらせてますよ。ね、これ詰めてくれるっつって、いいですよ、みたいな。ね、軽い気持ちでいいですよとか言うみたいですけど、途中から歯吐いてるんですよね。ざまになった。俺が普段どんだけ頑張ってるか、分かったか、この野郎って。そんな感じですよね。あ、しんどい。よし。まあ、こんなもんでいいや。はい。はい。本当はですね。いつもやったら、もうちょい、頑張って詰めるんですけど、今日は、撮影もしてるんでね。今ぐらいで、許してくれるはずですよね。はい。しんどい。年取ってきたらね、息切れ激しくなるんですよね。こんなね、こんな作業でも。はい、OK。はい。はい。よいしょ、よいしょ。はい、詰めていきましょう。私ね、なんとかな。まあ、この、皆さんこの詰め方見てね。あ、上まで入れねえんだって。思われた方いるかもしれませんが、まあ、まさにその通りですね。私も根っから貧乏症なんで、幼虫の食べるエリアってね、あんま上の方までないんですよね、結局。うん。ね、食ってもね、ね、ここぐらいまで、ね、食い上がらせてもこんぐらいやから。だからね、余地入れた後に、上にね、それまで食ってたマットを僕、入れちゃうんですよね。ファーって、蓋をするように。うん。どうせ上食べねえか。うん。それにね、やっぱ、自分の匂いがね、新しいボトルにも、自分の匂いが残ってた方が、ね、安心するやなかろうかっていうのもあって。この上のね、空いたスペースには、それまで食ってたマットをですね、蓋をするように乗っけてます。うん。ね。そうそう。いい言い方をすればね、虫のためを思ってやる。ね。うん。悪い言い方をすれば貧乏ですね。貧乏とかケチ臭いなと。そんな感じですよ。最後の爪をね、まあ指でなるべく押さえつけてますけど、まあそこまでね、ガンガン片詰めしなくていいかな。うん。
まあ、最後やるとしても、さなぎになる。ね、この最後の交換で、ガッチガッチに詰めてやれば問題ないと思います。うん。あ、喉乾いた。乾いた。よし。はい、こんなもんですね。あとは実はですね、プリンカップもいくつか作りたいな思ってね、ここにある程度作れるように用意しておきましたね。これも作っておきましょう。よし、まあこんなもんでいいですかね。はい、 OK。じゃあもう手袋はいいか。外しましょう。よし。プレッサーここで。はい。よいしょ。あ。ちょっと。はい。じゃあ蓋をちょっとしていきましょうかね。はい、ちょっと使う日まで蓋をしておきます。まあ、使う日までっつっても、まあ、近日中に使うとは思いますけども、ちなみにこれプリンカップの蓋はもう穴を開けてます。うん、小さい穴を真ん中に1個だけ。本当はね、穴開けなくても全然いいんですけどね、プリンカップなんて。うん、よっぽどね上等なプリンカップじゃないと密封性なんてないですからね。密封してたらね乾くわけないもん。これ乾くもん。はい、30個ですね。はい、ここに、9個だけ前のストックがありましたけど、ここに、はい、ストック、あ、忘れちゃった。あ、暑いな。ここにストックしとけば、はい、あ、蓋開いちゃった。まだ。次使うときに楽ちんです。はい、OK。はい、でこっちもどうしようかな。いや、今日は酔いだけでいい。疲れちゃったもん。疲れちゃった。はい。今日は疲れたんで、中断しよう。はい。ね。こうやっておじいさんはすぐ疲れるんで、終わりです。はい。明日、また明日。明日ですね。うん。まあ、動画的には明日撮ったやつくっつけるかな。うん。ね、くっつけるんですね。多分。もし明日撮るなら。はい。ね。ということで、今回はここまでで許してください。もうね、暑いし、喉渇いたし。ね、もういいですよ。はい、よし、はい、じゃあ一旦ここで終わります。ご視聴ありがとうございました。はい、どうも、皆様
一夜明けました。次の日の早朝でございます。はい、ね、仕事行く前にちょっとやっとこうかなと思って来ちゃいました。はい、まあ、昨日の続きですね。はい、なんだっけな、交換するの。まずはスマトラ平田ちゃん、スマトラ超えちゃったかな。うん、こいつ出してみよう。これに入れる。はい、で行きます。こっちでまずやったな。はい、まず上ら辺は捨てて、よしよし、はい、じゃあ掘っていきましょう。まあスマトラ平田はね、好きなんですけどね、マットでね、私あんまり大きくすることができないんで、うん、まあ微妙な感じなんですけどね、好きなんですけどね、うん、私のマット技術がね、上がって、マットでもね、もっと大きくなったら楽しいんでしょうけど、ねえ、なかなか、大きくはできなくて、苦しんでます。よいしょ。はい。はあ、何グラムかな。ねえ。ちょっと素手で失礼します。あ、なんかちょっとブヨブヨしてんな。46グラム。スマートは46グラム。ねえ。どうでしょう、禁止飼育だとね、やっぱ情けない数字なんでしょうかね。これな、4、5、5ヶ月経ちます。孵化して5ヶ月。で、46やったよね。45。うん。45ですね。5ヶ月で 45g ってなぁね。やっぱこう、大きくないでしょうね。おそらく。うん。5ヶ月で45か。はい。こうやって。はい、蓋閉めますよ。はい。よいしょ。はい、すいませんね。はい。OK。はい、45g。45g。はい、シールを貼って45、これに書いとくか。はい、マット10、今日は11月11日、ポッキープリッツの日やん。なん 45g、 45、よし、忘れちゃうんでね、書いておきましょう。今日は11月11日、ポッキープリッツの日ですね。はい、ポッキープリッツ。はい。OK。45g ね。どんぐらい大きくなるんやろな、45g。まあいいや。はい、次は。よし、次も。スマトラちゃんと行きたいとこだが、アンテに行こう。アンテ、ちょっとお前どけ、貴様どけ。はい、アンテ、アンテ、うん、アンテ、アンタイス行きます。これは7月孵化、7月10日孵化、さっき1、2、3、4ヶ月、4ヶ月経ってます。で、8月に2例なって、このボトルに入れてから3ヶ月か。はい、3ヶ月どんな感じでしょう。あれ、なぜ蓋がある、どういうことだ。
息子だな。なんか今開けたらね、中にプリンカップの蓋がありました。これはあれですね、うちの坊ちゃんのいたずらですね、多分。何不思議ないたずらしやがって、あの野郎。さあ、これがですね、なんかまだオスかメスかよう分かってないですよね、これ。うん。なかなか周りから覗けなかったんで、分かんないですけど。オスとメスでね、今回もう入れる容器が変わってきますんで、はい。オスメス判別してから、ね、入れる容器を決めたいと思います。いました。メスっぽいな。メスですね。うん。メスです。この頭の大きさ。ちっちゃい。よいしょ。はい、出てこい。よし。メスだよな。あれ？いかん。久々見るんで。間違えたか？恥ずかしい。28g、 メスで 28g ねえわな、多分。ねえ、メスで28はないっしょ。頭の大きさどんぐらいだ。頭の大きさが13って、あ、オスです。はい、恥ずかしいミスをしましたね。オスでした。オスです。え、最初言ったのは聞かなかったことにしてください。はい、頭直し。なんかスマートが開いた、見られてたら、あれ最近見てたからちょっと、ね、言い訳しますけど、13、うん、あれですよね、スマートフィルター見た後やったから、うん、仕方ないですよね、誰でも間違いますよね。うん、そういうことにしておきます。はい、大きさ 27g、 27、 OK、 OK、27か。あ、これから大きくなってもらわんとな。アンタイウス27。よし。よし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 。OK。オスか、メスと思っちゃったな、情けないわ。はい、オス。よし、じゃあどんどんいきますか。はい、次こいつ。はい、こいつです。わっ、なんか表面は荒れてんな。わけわからん菌がいるぞ。上は捨てます。よし、掘っていきましょう。あーた、ね、最近は寒いですね。朝晩の冷え込みがちょっときつくなってきました。うん、寒い。よいしょ、見ましたね、これは。はい、今度こそメスでしょ。なんかえらいちっちゃいもんね、ちっちゃ。メスですよね。うん、卵巣があるし。メスの頭の幅って確か10ミリぐらいやったな。ねえ、10ミリ程度やったと思います。お、これは
お、11ミリある。まあまあじゃない。で、メスはこっちで。ね、こっちのちっちゃい方で十分と。はい。14g。14g。はい、これはメス。頭の幅11。で、6ね。14g。よし。OK。これも。今までのマットを入れての。こんぐらいでいい。よし。OK。ちなみにこのアンタイウスの産地は、絵はどこやったかな？メグマだ。うん、メグマっていうところです。結構ね、形かっこいいんですよ、メグマ。うん。はい。メス。そしたらどんどん行きましょう。次はこいつ。はい。こっちも表面がわけわからん菌がありますね。捨て。捨てての。アンタイウスはですね、最初に飼育を始めたのは、ラチラっていう産地でした。ラチラ。うん。ラチラ。あれですよ。うちの師匠が、長年やってきたアンタイウス。アンタイウスがね、まだこう、バブルの時期。アンタイウスがすごい高騰してた時期ですね。うん。幼虫1匹2、3万円するような時代。うん、成虫100万、ね。そんな時代に、うちの師匠が取ってきたアンタイウスやったと思います、確か。うん、海外行ってましたからね、すでに。海外で。その師匠から、私が譲ってもらった時点でもう F6 やったんですね。うん。F6。それが私が F9 ぐらいまで類代しましたね。うん。アンタイウス類代に強いですね。F9。これでラチラそれで終わりました。もうね、さすがに、類代えげつねえなと思って。これもメス。僕は10ミリ。はい。で、11、ちっちゃ。メス。体重が11、小さいですね。よし。はい。よし、行きましょう。これはなんかオスの予感がする。ね、オスの予感がしますよ。早朝からこんなことやってるってあれですよね。ほんと、クオ
クワガタのブリーダーっていうのは面白いですよね。普通ね、仕事前にやるかって話なんですよね。ねえ、やっぱオスでした。はい、オス、オスならこれ、よいしょ、頭の幅は13ですかね。13ですかね。13、うん、14は届かない。13の25、25か。うん、はい、歩数の13、幼虫体重は25。よし、よし、25、よし、オスだ。わ、14ある。頭の幅14いってますね。うん、これは頼もしいですね。頭の幅14ある。よし、え、何グラム減った？24。今は24でも頭の幅が大きいってことは、まあ、そんだけ食べれるってことですからね。うん、今はね、伸びてなくても後の伸びしろが期待できますよ、これは。うん、で、あと替えもなきゃいかんやつらがおったよな。あ、こうやってスマートなの、これですね。もう特に2例来ちゃってるんで、すぐに移さないかんね。はい、こいつです。はい、すまないね、すま、狭いとこ。プリンカップはね、こうやって移すだけで完了してます。うん、それもあってね、こうやって、ボトルの上をスペース開けとったら楽なんですよね。うん、オスっぽいな。うん。私もね、ズボラな性格なんで、ね、なるべくこう、簡単に済むようにしてます。で、こいつ。はい、貼り替えて、はい、マットの種類、日付、2で、よし。はい、OK でーす。こんな感じですね。これは、うん、まあいいや。あとは、これ。これもアンタヨスか。アンタヨスの。ピンカップでちょっと放置気味なやつやったやつ、すまないね。これも速やかに今日移動させます。はい、でちなみに2例で君は、あ、うん、オスっぽ、オス、オスかな。うん、オスっぽいっす。いい。ね、まだオスとは書かないですね。うん、ここでね、もしかしたら違う場合もあるんでね。うん。よし。あ、あったやつも OK。まだあったよね。帰るやつ。こんなもんやったかな。DDT。違う。ないか。ないか。これ、ユダイクス。こいつは、
一体どうなのか。プリンカップに入れて1ヶ月半以上経つな。ちょっと見てみようか。これももう変えた方がいいぐらいか。ウィダイクスです。あ、一応2例になってる。よし、書いてよかったわ。2例なってますね。ユダイクスちゃんです。よし。あんまりこう食欲がなさそうだな。大丈夫か。少し心配なユダイクスちゃんですね。ダイクス。はい。マットの16、2例。よし。貴様は？あ、これはまだちょっと未熟児だな。これは、あ、もうこれはいいな。よし。もう昨日作ったボトルがもうこれでなくなっちゃいました。はい。こちらは、あれですね。佐賀の、平田クワガタ。本土平田です。国産平田の本土。オスっぽいな。まあいいや。もう2例になってました。で、チェンジ。チェンチェンジ。よし。大きくなりなさい。もう、チェンジ。はい。今日の日付。感じですかね。ペンは置いといて。反対その処遇についてはまた後日でいいや。よし。片付けますかね。マット、まあいいや、マット後でいい。こいつらもまあ後でやるか。よし、はばくだけすっか。まあ今回はね、以上です。よいしょ。こんなもんですね。まあ、こんな感じで、毎日ちょいちょいやってます、作業。交換時期来たやつをこうやって、ある程度 自由なタイミングでやってます。そろそろかなと思って、まあすぐやるときもあればやらんときもある。まあそんな感じです。お、なんだこれ。おお、アトラスか。メスにしちゃまあまあ大きいな。これオス。頭でっけえな。ヘラクレスに迫る勢いがある。よし。まあ、今日はこのくらいですかね。はい。これ何？あ、これ国産ヒラタ。あ、コスマトラ。サナギになってる。さなぎなってますね。これもなってますね。あ、お引越しさせたいけど、ちょっと邪魔だな、こいつ。まだいいや、今度で。まあ、ちょっと、なんつうか、ぐだぐだした内容でしたが、ご視聴いただき ありがとうございました。今回は以上です。それではまた。次の動画出しますので、よかったら次も見てください。はい、では失礼します。